オロチマルのアジトでの戦いでナルトは力不足を痛感し、カカシの死、時を同じくして暁のメンバーが火の国に。だが暁各図の不死身に等しい能力の前に討伐隊は苦戦を強いられる。そこへ修行を終えたばかりのナルトが援軍として駆けつける。渦巻きナルト、まさかお前の方から出向いてくれるとは。やってやる。俺も甘く見られたんだ。だがこれで確実にお前を捕らえることが、かえって好都合かもしれない。お前は俺の術で絶倒す。いかに強力な術があろうと、俺の経験に勝るものはない。くらえ。火線眼。螺旋手裏剣当たれ。不死身とさえ思われた難敵を相手にナルトは完全な勝利を収めることに成功した。その戦いぶりを見ていたカカシは、若い者たちによる新時代の風を感じるのだ。ナルトは本当に強くなってきた。俺を超えるくらいに。感じてるか？ナルトの目の先にいるお前がナルトをどんどん強くしていってるんだよな、サスケ。